どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ本日は森山良子さんの今日の日はさようなら、こちらの曲をこの小さいウクレレガズレレいう簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもすぐできる初心者版簡単版でやってみようと思います。後半はアルペジオいきます。ですがこの曲はね、3拍子なんですよ。3拍子ワンブロックに3回弾く、1、2、3、1、2、3です。このアルペジオちょっと普段と違うんで、この辺がご注目どころでございまして、はい、やってみようと思います。皆さんウクレレ音楽始めませんか？大好きな曲、いつも頭の中で流れてる曲ね、 CD 聴いたりカラオケ行ったりするのもいいんですけど、自分で楽器弾きながら歌うとね、また今までにないこの気持ちよさというか、もう最高なんですよ。でもね、難しいと思うじゃないですか。ウクレレという楽器だったら簡単なんですよ。弦も4本しかないし、まあほんとね、これは大先輩方、つまり60歳、70歳以降の方でもすぐできる楽器で、しかもこういうね、知ってる曲すぐできるようになりますから、ぜひおすすめしたいと思います。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどん弾けるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。ここをクリックしてもらうと、ジャンプしますんで、そこでね、初心者レッスンはここというところに行ってもらって、数字の順番を押していくと、もう動画が立ち上がってね、動画見れるんですよ。それを見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますので、どんどんやりましょう。YouTube はね、無料ですからね。いや、お気軽に、スマホでちょっとした隙間に見られるわけですから。はい。じゃあ、ここにリンク貼りますよ。はい。初心者レッスン行ってらっしゃい。クリック！行ってらっしゃい。そこには、私、ガズが今までとりためた、もうそろそろ800曲以上にはなると思うんですけど、あらゆるジャンルの曲が、もうすでにアップロードされています。もちろんウクレレで簡単にできるレッスン動画ですからね。超簡単レッスン動画。今日みたいな夏メロ、昭和歌謡曲、演歌もあります。最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽もたっぷりある、ハワイアンソングもあるし、もう何でもかんでもウクレレで弾いちゃおうってことでやってます。さっきのリンクのところに行くと、検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、いろんな曲を、ご自分で探して弾いちゃいましょう。音楽は聴くよりね、やる方が楽しいですよ。さあそんなことで行きましょう。森山良子さんの今日の日はさようなら。それでは行きましょう。森山良子さんの今日の日はさようなら、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。日はさようなら、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。ワンブロックに3つ弾く、3拍子ですからね。ワン、ツー、スリー、
ワン、ツー、スリーと進んでいきます。はい。この辺、まずご注目なんですけど。曲自体はですね、まあ、やっぱりこう、シンプルです。コードは5個ですからね。はい。で、今一応フルコーラスやったんですけど、本当はね、2番が終わった後に、ルールルルルって感じで入るんですけど、そのハミングのところを、まあ、ショートカットして、3番まで一応やってみました。どんどん。やりましょう。あのね、動画のテロップと一緒に弾けるようになった方は自分でノートにね、こうやって書いて自分だけでやってみるのをおすすめしますよ。その時の参考になるように、ガズさんのノートを見ていただこうと思います。こんな感じ。このワンブロックで3回ね、1、2、3、1、2、3という風になってます。はい。で、このここの4行で1番ってことですね。じゃあ一時停止。これはシンプルですんで、どんどん書き出していってください。はい。はい。で、これコード進行全く同じで2番、3番、歌詞が変わるだけでございます。はい。なんでまあこのノートでもそれこそあの歌詞をね、書き出していってコードを自分でどんどん書いていく。これがいいかな。で、すいません。あといつものことでちょっとね、この辺土地がなくなってきちゃって、この急にこのワンブロックがここにキュッと狭くなってね、この一行がここにこう濃縮されて、同じですからコード進行。歌詞がね、変わってくるだけですよ。はい。こんな感じで今ガズレレアレンジでやってます。そして、ちょっと言い忘れた。あのここ、くるっとこう囲ってるじゃないですか、ここね。これは後半やるかっこいいバージョンで、ちょっとここに変化をつけます。ここだけですね、変化があるの。はい。そんな感じでございます。じゃあ、出てくるコードの解説。コード5個。C と Am、F と Dm、G7。この5個はですね、もう超、超入門コードですから、皆さん。これ。これはですね、習ったその日に、ほぼ習うコードなんですけれども、ちょっと今日はさらに、これを、皆さんにシェアしたいと思います。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードっていうのはなんだか、なんのこっちゃと思うでしょ。コードっていうのがあって、例えば、こういう要素がこう加わって、これに歌を歌ってっていう、要は、なんかベースになる音の塊みたいなのがあるんですけど、それがですね、実は星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思ってもそもそも無理で、どうしましょうってなると思うんですけれども、このウクレレで音楽を楽しもうと思ってた皆さんは、このウクレレにとってですよ、他の楽器では別にそんなことはないんですけど、ウクレレにとってものすごく便利なコードのグループっていうのがあるんですよ。それをこのガズレレ必須コードと言っております。それ、10個ぐらいあるんですけど、今日は出てくるのはその中の5個でございまして。でもどうせだったら全部覚えましょうということなんで。でも10個もあるのかと思うでしょう。でも1個ずつ見たら指1本のコードとかいっぱいあるんで、簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えると思うとちょっと大変。じゃあその時どうしようかということで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で、この必須コード解説してます。ここにリンク貼っておきますんで、ぜひお時間ある時これ、すごく楽しい動画になってますんでね。はい、見て、コードを覚えちゃいましょう。必須ですからね。はい、じゃあ今日はその中の5個なんで、コードはまあまあ、入門コードでできます。こっから、ちょっとランクアップして、かっこいいバージョン、説明入っていきます。まずですね、弾き方。これ行きましょう。三拍子のアルペジオっていうのがあります。こんな感じです。さんもいいんですけど、やっぱアルペジオなんかもこう繊細な表現が、いつまでもとこういう感じで入っていきます。これはアルペジオと言うんですけど、普通のアルペジオじゃなくて、これ三拍子だからね。で、一応ちょっとさっと解説します。これ、ね、決まってて、ガズレレ理由ですけど、1弦、こっちが1弦、2弦、3弦、4弦ですよ。1弦は中指、右手ね。2弦は人差し指、はい。3弦、4弦親指っていう担当性にしておきます。3フィンガー。で、最初1弦と4弦同時に弾く。C を押さえておこうか、じゃあコード。4弦と1弦を同時に弾いて、次、3弦、2弦、3弦、1弦です。1、4、3、2、3、1、1、4、3、2、3、1、3か。最後3弦か。1、4、3、2、3、1、3、1、4、3、2、3、1、1、2、3、1、2、3。こんな感じです。これをですね、一応これ分かりやすく書くと、ね、こういう、ちょっと分かるかなこれ。時間がこう進んでいきます。1弦と4弦を同時に弾いて、3弦、2弦、3弦、1弦、3弦。こんな風になっていきます。1、4、3、2、3、1、3、1、4、3、2、3、1、3。これを繰り返してる。分かるかな。ここの数字は、弦の、ね。1弦4弦です。1、4、3、2、3、1、3。これを3拍子のアルペジオ。この弾き方でやってみようと思います。で、アルペジオのこと、3拍子のアルペジオ。ここに弾き方、解説している動画があります。このリンク先はガズレレホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページの1。その中から、いろんなアルペジオっていうところにヒントがありますから、そこでちょっと、確認しながらやってみてください。はい。で、あとはですね、1箇所、
さっきも言ったんですけど、コードの回しがちょっと、ね、変化をつけたいところ。ここの、ここで CCG7 って書いてあるね。ここは CCG7 っていうふうに、1個ここに G7 を入れて、ちょっと雰囲気を盛り上げたいと思います。ちょっとやってみようか。いきますよ。明日の日を夢見て、夢見みで G7。夢見て。ここで一回ザーッと G7 を入れてみましょう。これでなんとなくちょっとふわっとさせるイメージでしょうか。そんなことを踏まえまして、この名曲、やってみましょう。もう心がこもっちゃうでしょう、この曲は。歌詞の内容とか、その曲の雰囲気もね、すごい柔らかいし、ウクレレにすごく合うと思いますんで、こう、気分よく奏でましょう。はい。それでは行ってみましょう。今日の日はさようなら。ガズレレリュウかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。でーて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 ー。さようなら。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。アルペシオでやるとまたこうグッとこうね、ハートにグッとくるんですよね。歌詞の内容とこの弾き方とね、この声のこの声量とかこうタイミングとか、そういうのがこう、まあ、グッとなって、またこうね、またさらにこう音楽をこう盛り上げていく。音楽はもう本当にすごいですよね。皆さん楽しんで歌いましょう。ありがとうございます。さあ、ガズさんですけど、この小さいウクレレ持って日本中イベントで全国各地飛び回っております。次は来週山形行きますよ。天童イオンモール待ってます。お一人様でも大歓迎。そんなようなイベント、最新情報まだいっぱい、この後にイベント詰まってますからね。あとこのちっちゃいウクレレ、これガズさんがベトナムでプロデュースしてるウクレレの最新情報と本をいろいろ出してます。そんなようなこと、ガズレレ全般の、情報をこの後ちょっとご紹介動画ひつけときますんで、お時間ある方もない方もぜひともご覧になってください。さあ、楽しく音楽やりましょう。今日は見てくださってありがとうございます。それではご案内動画どうぞ。はい、そんなわけでまずはここです。これこれ、ガズレレ .com、 ガズレレホームページです。ここを見てくだされば大体のことは分かるようになってますね。リンクもここに貼っておきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。さあ、ガズレレイベント情報です。9月、もうすぐです。あと1週間。山形県行きます。ガズレレ初登場。山形天童、4モール天童。やりますよ。これも大歓迎ですから。ガズレレイベント。で、その後もダーッとこう続きます。見て見て。こんなにいっぱい続きます。10月九州行くし、11月11日は東京。この東京11月11日、もうチケットあとちょっとです。急いでください、迷ってる方。はい。あとはもう九州、熊本とか、ね、宮崎とか、今度湘南の方も行きますからね。まだまだ目が離せない。これからまたどんどん増えてます。ガズさんのイベントはウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートではなく、みんなで一個の音楽を作る。その時にどういう感じでやったら、もうより良くなるか、よりこう、なんていうのか、音楽の深いところに行ける。そんな楽しい話をしながら、もう本当に涙と笑いのもうね、大スペクタクルですから。はい。お一人様も大歓迎。あらゆる年代大歓迎。で、もう超初心者から上級者まで。
本当に楽しめますね。間違いないです。はい、よろしくお願いします。はい、あとはね、このガズレレのウクレレ、このベトナムで作ってるクラウドファンディング達成したこのウクレレなんですけど、今ね、もう本当今、もう作りまくってますね。今年中にはね、こう、サイト専用に作って、皆さんのこう受注を取ったり、こう、オーダーを受け付けたりするようなシステムになっていくと思いますので、もうちょっとお待ちください。あとは、ガズさん、たくさんの本出してまして、もう本当ね、びっくりするぐらいに、ベストセラーになっております。ありがとうございます。はい、一番新しい本はこの本。ガズレレの、ソングブック100曲入り。リットミュージックから出てるこの本とかも本当にね、増刷増刷でもう本当にありがとうございます。そういう感じで本もね、いっぱいあります。フォローしておいてください。ガズさんブログ書いてますからね、いい話いっぱい書いてます。このブログをもとにガズトークというもう一個の YouTube チャンネルで喋ってますから、いいこと。ガズトークのチャンネルのリンクも貼っときますよ。ぜひお時間ある方は見てみてください。やっぱより豊かにより楽しく音楽しよう、これがテーマですから。ガズレレ、今後もよろしくお願いします。楽しいことどんどんやりますよ。それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー、ここに集まって一緒に